ロシャービンは、ロシアの政治家。サハリン州知事を務めた。アムール州出身。1981年、極東極東高通理高科学校を卒業する。2000年、極東公共サービスアカデミーを修了し、経済学博士候補号を取得する。その後、電線路敷設分野勤務を経て、1987年、おはし共産党機関勤務。 1991年、アグロメラート協会議長。1993年、卸売会社、イバ社を設立する。1997年、オハシ副市長を経て、2001年3月18日から、オハ市長2007年8月2日、サハリン南部、ネベリスク地区で地震が起こる。これに対して、8月7日、ウラジーミルプーチン大統領は、 対策の不手際を理由に、イワン・マラホフ州知事を解任し、ホロシャービンが、公認の知事に任命された。ホロシャービンは、与党統一ロシアサハリン州支部政治評議会、評議員でもある。2011年7月7日、サハリン州議会は、ホロシャービンの再任を賛成多数で承認した。2013年12月、日本経済新聞に対して、マミア海峡に、 鉄道、道路の連絡橋をかける工事について2019年着工を目指すと述べた。同様に、宗谷海峡に北海道とサハリンを結ぶトンネルを建設する計画にも言及し、日本側の協力を呼びかけた。2015年3月4日、側近3人と共に巨額の収賄の容疑で逮捕された。3月25日に知事を辞職。ニュース株式会社。 JSN ロシア経済情報ナビサハリン州知事が解任。JSN2013 年12月29日閲覧。サハリン1.2プロジェクトの進展状況。アイギ2013年12月29日閲覧。サハリン州知事に期目承認。MSN3K ニュース。2011年7月7日閲覧。本土本土連絡橋。 日本にも、利点日本経済新聞。2013年12月28日閲覧 https コロンスラッシュスラッシュ jp.rbth.com スラッシュポリティックススラッシュ2015スラッシュ03スラッシュ07スラッシュ52229。ありがとうございます。